ドラマ「フォラに翼」第78回「フォラ子」は新潟地火災三条支部で判事として働く中で、山の境界線をめぐる民事調停を担当することになりました。現地での調停には申立人の森口と弁護士の杉田、そして書記官の高瀬が参加します。しかし調停の最中に森口と高瀬の間でトラブルが発生し、フォラ子も巻き込まれてしまいます。トラブルの原因は明らかにされませんが、高瀬は言い合いの内容を頑なに明かそうとしません。これにより現地調停は一時的に中断されます。調停から帰宅したトラ子は、娘ユーミ、竹沢咲子がテストの点数をごまかそうとしている場面に出くわします。ユー羊はテストになると緊張してしまうと話し、フォラ子に自分の不安を打ち明けます。ユー羊のテスト問題をきっかけに、フォラ子は亡き夫ユーさん、中野太がのことを思い出します。ユーさんとの思い出がよみがえります。ユー蔵の思い出を通じて改めて家族の大切さを実感します。今後の展開では、フォラ子が現地調停でのトラブルに対処し、信頼関係を築く姿が描かれるでしょう。博士がなぜ森口との言い合いの内容を明かさないのか、その背景にも注目が集まります。また家庭でのトラ子という羊の関係がどのように変化するのかも見どころです。ユー羊が母親としてのトラ子をどのように受け入れていくのか、そしてフォラ子が亡き夫ユーさんの教えをどう生かすのかが期待されます。